はい、おはようございます。ボス&クイーンです。今日はね、昨日の動画、ロングリード、買いましたよ動画の続きで、このままね、少し車で休憩してから、牧場に行きたいなと思います。またね、最後には、息子たちとね、公園に行く動画もあるので、よかったら楽しみにしていてください。ということでね、昨日もだいぶいっぱい歩きました。昨日の動画見てもらったら肩、わかるかと思うんですが、結構ね、テクテク歩いていたんで、そのまんまの、牧場撮影となります。かなりね疲れた状態での牧場なんですが、ボスコンくんちゃんね、牧場に来てちょっとね匂いとか、大きな牛さん、結構ねテンション上がってきてます。またね、他のお客さんたちにね、ワーオーと、ちょっとね海外から来てたねお客さんだったんですが、ワーオーとね、とてもね、最高のリアクションいただきました。ありがとうございます。ということでね、早速テクテク歩いてるんですが、もう牛さんは本当に大きいです。もうね、やっぱりね、クイーンちゃんボス君ね、普段、団地の中、お散歩したりお出かけね、したりしていてもね、普段、自分たちより大きなね、動物に出会うことがありません。そんな中ね、ボスコンくんちゃん動物に来るとね、動物に来るとじゃないです、牧場に来るとです。もうね、動物は動物です。牧場に来るとね、みんながねかなり大きいので、ボスコンくんちゃんがね小さく見えます。そしてね、可愛い子牛さんでもね、やっぱりかなり大きいです。そんなね、くんちゃんボスくん、この後ウサギを見てね、野良猫ちゃん見て、羊ヤギ、豚ね、他何がいたかな、ポニーかな、順番にね、見ていきたいなと思います。じゃあね、早速ね、ウサギさんはね、なんかねスルーしました。なんでかね、ウサギさんスルーして、いきなりね、馬さんの方やってきたんですが、ちょっとね、クイーンちゃんボスくんね、もうねテクテクね、動物見ないで、周りをねずっと見ています。何かね匂いとかね、警戒しているのかどうなんか分かりませんが、でもね、ただ、怒ったりとかね、そんなことはね一度もありませんでした。もうね、自由気ままにテクテク、そんなね、クイーンちゃんボス君をね、みんなはガン見しています。おい、見ろよ、新人が来たぞってね、見てください、この見方。もうね、なんだよあいつら、俺たちと違って角がないぞとかね、もうね、そんなレベルです。馬みたいなポニーさん、そんなポニーさんもね、ボスコンカットを見てね、私たちの仲間じゃないかなってね、ボス君もね確かにちょっと似ているんですが、もう少しね毛が長いとね、ボス君もねポニーになれるような気がします。そしてクイーンちゃんね、もうね何をしてんだって、牧場に来てるんだからね、しっかりね牛さんとかヤギさんとかいろいろ見てほしいのに、クイーンちゃんねずーっとね匂いを嗅いでいます。それにしてもね、やっぱり牧場の動物たちもね、びっくりしています。ん?みたいなね感じでね、もっとね本当はね、ボスコンクイーンちゃんもねいっぱい、牧場の動物たちと触れ合ってほしかったんですが、結構ねなんか距離がありました。以前はね、こんなに距離がなくてね、もう鼻くっつけてね匂いがあったりしていたんですが、結構ね今回は距離があって、なんでかなと思いながらもね、可愛い動物たちです。じゃあね、もうねパパ喋り続けてね、喉がカラカラなんですが、牛さんの方ね、いつも、向こうの牛舎の方に行くと、牛さんがね、3頭やってきます。もうねそれはね昔からいつもね行くとね、絶対3頭がね並んでこっち見ています。今までもね、パパ、牧場動画何個も上げているんですが、いつもね毎回出てきます。もうね仲良すぎなんですよね、もう3頭並んで。そんなね、牛さんとかね、以前のね動画見てもらったら、舐められたりしているんですが、もう舐められたらすごいです。今日はね、ボスコンくんちゃんいるのであんまり近づけないんですが、見てください。あれ2頭しかいません。いつもはねここに3頭います。3頭いるのにね2頭しかいなかって、ボスコンくんちゃん見てね戻ってくるとね、やっぱり2頭しかいません。おかしいな。いつもはね、本当に3頭いるんです。ねえ、ボス君。ねえ、クイーンちゃん。いつも3頭いるよねってね、次振り返ったら、やっぱり3頭いました。もうね、いつもです。いつもね、この3頭がね、全く同じ3頭が、いつもね、こっちから見ています。
そんなね、かわいいかわいい牧場動画だったんですが、どうでしたでしょうか。ちょっとね、クイーンちゃんもね、匂いぎたいんですが、牛さんとかがね、うーってね、唾をね、飛ばしてくるんですよね。なので、クイーンちゃんもね、ちょっとびっくりしています。じゃあね、ボスコンクイーンちゃんね、お家に、帰って、パパはね、車一回片付けてきました。で、息子たちもね、公園に行きたいということで、ボスコンくんちゃんね、一緒に、公園に行きたいなと思います。ということで、早速ね、公園に行くんですが、やっぱりね、クイーンちゃん、日に日にね、昔からここを立っているんですが、大きくなっています。まだまだね、成長中です。かなりね、成長してきています。もうね、本当にね、大きいです。ちょっとね、今ね、ガラガラと音が鳴ってしまったんですが、編集中ね、ボスコンくんちゃんね、お外で元気いっぱい遊んでいます。聞こえるでしょうか、ボスコンくんちゃんの声。2人でね、ワンプロしています。じゃあね、そんなワンプロのボスコンくんちゃんの声を聞きながらね、続けて編集していきたいなと思います。みーちゃんもね、息子も、ボスコンくんちゃんと遊ぶのが本当に大好きです。毎日元気いっぱい遊んで、学校から帰ってきたり、小学校から帰ってくるとね、お散歩に行こうとかね、夜のお散歩も一緒に行きたいよとかね、本当にね、仲がいい兄弟です。ボール遊びをしている、姿を見ているクイーンちゃんなんですが、ボールがね、落ちてくるとね、拾ってあげます。で、こうやってね、引っ張ってほしそうにします。そんなね、光景もパパ見ているとね、すごく癒されます。じゃあね、とりあえずね、公園に行きたいということで、ちょっとだけね、もう少しだけ、動画あるのでよかったらね、見てください。クイーンちゃんのドアップです。もうね、パパね、ずっとね、トークし続けているので、本当に喉がカラカラなんですが、もう見てください、もうこのクイーンちゃんもね、本当にでかいです。もう腕をロックしてね、もうすごい愛情です。もうね、何をトークしていいかね、わからないままのトークなんですが、もうね、ボスコンくんちゃん見てるとね、もうね、ニヤニヤしかね、しようがないです。本当に可愛いです。とかね、トークしながらね、本当にね、いつにね、なったらね、公園に行く動画になるのかね、パパもね、ちょっとね、まだやったかな、まだやったかなとかね、思いながらも、まだまだね、トークしています。もうね、誰か助けてください。もうね、何をトークしようか、クイーンちゃん。とりあえずね、ボール蹴ってね、遊びたいなと思います。そしてね、息子とみーちゃんはね、違うボールでね、遊び出しました。こっちのボールの方がね、柔らかいんですが、クイーンちゃんもね、やっぱり一緒に遊びたい。見ているだけじゃつまんないとね、言っております。それにしてもクイーンちゃん、ボール遊び大好きなのに比べてボス君はね、ずっとね、寝転んでいます。寝転んでいるというか、座っていました。はい、じゃあね、もう最後、公園ね、もうちょっとの動画なんですが、公園動画行ってみたいなと思います。息子と娘は公園で元気いっぱい遊んでいます。パパはね、もうちょっとね、地面がね、あまり良くないので、ボスコンクイーンちゃんとね、道で駐車場でね、休憩しているんですがね、なんかね、ボスコン頭が大きく見えます。なんかね、頭がでかいのか顔がでかいのか、かなりね、頭が大きく見えます。そしてね、クイーンちゃんね、もうね、疲れ知らずと言いますか、もうずっと元気いっぱいです。常にね、元気いっぱいのクイーンちゃん。そんなクイーンちゃんね、あとでね、もうね、パパを襲います。もうね、クイーンちゃんちょっとぐらいね、落ち着きがあってもいいのかなと思います。ボス君のね、落ち着きを分けてほしいです。ボス君はね、こんな感じでね、お散歩している方を見ています。そしてね、クイーンちゃんはね、もうね、なんと言いますか、もうね、パパにね、遊ぼうよ遊ぼうよとね、こうやってね、パパがしゃがんでいる時にね、遊ぼうよしてこられるとね、やっぱりね、倒れちゃいます。こう見てもクイーンちゃんかなり重たいです。そんなクイーンちゃんとパパのやりとりを見てもらって、今日はね、終了となります。最後まで見てくださりありがとうございます。またよかったらね、エンディングとパパトーク、最後まで聞いてもらえると嬉しいです。それにしてももうパパね、喉がカラカラで、何をトークしようか考えながらのトークです。もうね、でもね、もう一回、編集しないでね、ありのままでいきたいなと思います。
ということでね、エンディングまで、もう少し、もう少し、もう少しです。多分もう少しです。いつになるのかなと思いながらもね、ずっとね、トークしているパパですが、もう本当にグダグダです。またね、よかったら、もう少しね、BGM と一緒に、どうぞ。はい、ということでどうでしたでしょうか。今日はね、ボスコンくんちゃんとね、一緒に牧場に行ってから、息子と娘とボスコンくんちゃんとね、一緒に公園に行ってきましたが、もうね、パパトーク、何を喋っていいのか何を喋ろうか考えながらね、編集しているんですが、途中ボスコンくんちゃんのね、ワンプロの音声が入ったり、そんなね、グダグダな編集なんですが、ありのままでね、これからも行きたいなと思います。いつも動画を見てくださりありがとうございます。もしね、いいねと思った方はいいね、コメント、チャンネル登録、していただけると嬉しいです。またね、お昼の前にはコミュニティもやっています。TikTok で渡辺ボスと検索してもらったら、ボスコンコインちゃん出てきます。よかったらまた遊びに来てください。じゃあね、今日も元気いっぱい素敵ないい一日を。